ある日正規品にはキャップに風管紙が貼られている。ある日とは、モンゴル製のウォッカを指す。モンゴリアンウォッカとも呼ばれる。また、家畜の父から作られる伝統的な蒸留酒も、ある日と呼ばれ、モンゴルや中国の内モンゴル自治区で作られている。いずれのある日も、蒸留酒であるが、その原材料により2種類に大別される。一つは、家畜乳由来のある日で、市民ある日と呼ばれ、 もう一つは、穀物由来のある日で、サガーンある日と呼ばれるものである。ある日は、ヤギ、羊、牛の乳を発酵させた、酸乳を蒸留し作られる。15リットルの酸乳から、アルコール度数7%程度のある日が3リットル程度得られるが、原料の乳の種類や作り方によって、色味や品質は様々である。普通は一度の蒸留で飲まれるが、 より質を高めるために再蒸留することもある。風味はほんのりと乳臭い。大量の原料乳が必要であり、その他にも蒸留のために大量の燃料と水を必要とする。そのため収量も少なく希少品の範疇に入る。観光客が口にできる機械はほとんどなかったが、近年企業ベースでの製造、販売が始まった。 企業が作るアルヒはアルコール度数が20から40度と高く、もっぱら中国の都市部で消費されている。モンゴル国内の食料品店で普通に購入できるが、セントゥグリク前後の異常に安いものには注意を要する。個人が無許可で製造した製品である、可能性があり、成分が不明である上に、品質保証もない。このようなアルヒを長期にわたり大量に飲むと、胃や肝臓に、 不可逆なダメージを引き起こす可能性がある。粗悪品の例を挙げると、アクリル樹脂製のコップに注ぐと、そのコップにひびが入るほどである。ウランバートルなどの都市で見かける酔っ払いが、実際の年齢よりも老けて見えるのは、粗悪品ある日の常用による肝臓疾患のためとも言われている。増収賄が当たり前と言われるモンゴル警察も、 粗悪品ある日の取り締まりに関しては熱心で、販売していた食料品店の店主が逮捕されることもあるため、顔なじみの客にしか売らないこともある。ドルショップや空港の売店で売られているもの、ブランドのもの、日本国内に輸入されている、正規品にはキャップに政府公認の証となる風管紙が貼られており、それを目安に判断することができる。現地である日を飲む際には、 日本で飲む時よりも少なめにすることを勧める。モンゴルは標高1500メートル前後の高原地帯にあり、平地で飲む時よりも酔いが早く回るためである。限度が近いと感じたら、指をある日の入ったコップにつけ、その指を額に当てれば無理に進められることはない。ありがとうございます。